久保さん、今回ね、マーク・トゥイーン,ンさんにしましょうか。マーク・トゥイーンさんってこれ、どういう人なんだろう。マーク・トゥイーンさんってどういう人なんだろう。マーク・トゥイーンさん。アメリカ合衆局の作家かあ、トム・ソーヤの冒険作った著者らしいですね。トム・ソーヤの冒険ね。なるほど。この人が言ってる言葉が、夢を馬鹿にする人間から離れなさい。 器の小さい人間ほどケチをつけたがる。真に力量の大きい人間はできると思わせてくれるものだと <laughs>。真の力器が大きい人はできると思わせてくれるものだと。なんかなんかいい言葉じゃないですか。うん、そうなんかね、まあ、まあ、僕は。 やればできるよっていうのを今一応一,一応位置づけてるんですけどもそのそれは何でかっていうと僕自身もできたからなんですよねこれは本当にまあ僕ができてなかったら言えないんですけど <laughs> まああとはまあねこの億万長者の合宿のやり取りしてる久保さんを僕は見てきたし、まあ、他の塾生さんとかも見てきてるんで現場レベルでね 久保さんがあの僕はあの久保さんがねクロームブックをね自慢して「吉野さんこれ2万円ぐらいで買ったんですよ」みたいなねなニヤニヤしてねすげえ喜んでるのを見てなんか上から見てましたけどねなんかこのおっさん行ってるなーみたいなねそんな嬉しいかみたいなでもなんか今となってはねそれも伝説の歴史の1ページになりましたけど うか、ん、なんか本当にその、うん、そう僕の熟成さんでその女性の方で1億売り上げ作った人もいるんですよ1年でねだからもうトータルチャンネル登録も10万人いきましたしもう,もうだいぶ育っちゃいましたけど、うん、その方も最初何だろうなあの何発信していいか分かりませんみたいな感じでご相談いただいて。 まあ、とりあえずあの何でもいいからやってみればいいじゃないですかみたいなね <laughs> なんかそんなアドバイスしたりし,してた今となってはって話なんですけどそう今度鷲津さんっていう方とまた対談しに福岡に行くんですけど鷲津さんもいち一番最初動画撮るときも顔を引きつって動画撮って4時間か3時間かけてね1本作れて「吉田さんできました」みたいなで動画見て「大丈夫かな?」この人みたいなね <laughs> まあその方もえっと46か7ぐらいから始めたんですよねネットビジネスでもその方も1億いきましたしやっぱね僕もできたしそ,のできそ,そういう状況からそのねあのこう結果を出せるようになってきたことをやっぱ見てるのでできるとしか確信,確信というかね逆を言うとできないと思う人はできないっていう確信ですよね うん、まあ、あできないと思うのだったで,できないんじゃないですかやめとけばいいんじゃないですかって話で <laughs> でも僕はできると思うんでっていうかそれも見てきたし僕もああの実践してきたしって話ですよねうんだやっぱまあそれもね感じるっていうことにどうなんだろうなか考えても多分考えたら本当無無理だと思うんですよねうん なんか希望を感じるとか、これいけるんじゃないかって感じるとか、うん、そう、なんかそういうのが非常に大事なんじゃないかなと思いますね、生きる、生きていく上で何かこう掴んでいくためには。うん、なんか、人間って面白いっすよね。うん。なんかその、 人間ってその考えることもできれば感じることもできてまあどっちの方が優れてる能力なのかっていうこれ誰かがこれもすいません誰かが言った誰かが言ってたんですけど一番信じれるのは直感だみたいなね、うん、直感を信じなさいみたいなねうんまあ直感感じるってことですよねビビッとくるっていう、うんまあ、久保さんも自己アフリエートセルフワークやった時にこれだっていう直感もあっただろうし これで奥だって。これ、これを教えれば奥いけるやみたいなね, <laughs> ね。でも多くの人はそれを感じなかった、感じないかもしれないですよね。セルフ、これを教えればそうだみたいなね。感じないかもしれないし。うん。そう。感じるって大事だね。何を感じるかですね。いってらっしゃい。